4-3。宗助と小六の間にはまだ2人ほど男の子が挟まっていたが、いずれも創生してしまったので兄弟とは言いながら年は遠ばかり違っている。その上宗助はある事情のために1年の時京都へ転学したから、長石一緒に生活していたのは小六の12-3の時までである。宗助は強情な気か抜きのわんぱく小僧としての小六をいまだに記憶している。その自分は父も生きていたし、うちの都合も悪くはなかったので、抱え車夫を邸内の長屋に住まわして楽に暮らしていた。この車夫に小六よりは3つほど年下の子供があって、四十小六のお相手をして遊んでいた。ある夏の日盛りに2人して長い竿の先へ菓子袋をくくりつけて、大きな柿の木の下でセミの取り倉をしているのを宗助が見て、剣棒をそんなに頭を火に照らしつけるとかく乱になるよ、さあこれをかぶれと言って小六の古い夏帽を出してやった。すると小六は自分の所有物を兄が無断で人にくれてやったのが尺に触ったので、いきなり剣棒の受け取った帽子をひったくって、それを地面の上へ投げつけるや否や駆け上がるようにその上へ乗って、くしゃりと麦わら棒を踏みつぶしてしまった。宗助は縁から裸足で飛んで降りて小六の頭を殴りつけた。その時から宗助の目には小六が小肉らしい小僧として映った。2年の時宗助は大学を去らなければならないことになった。東京の家へも帰れないことになった。京都からすぐ広島へ行って、そこに半年ばかり暮らしているうちに父が死んだ。母は父よりも6年ほど前に死んでいた。だから後には25、6になる妾と16になる小六が残っただけであった。佐伯から電報を受け取って久しぶりに出京した宗助は、葬式を済ました上、うちの始末をつけようと思ってだんだん調べてみると、あると思った財産は案外に少なくって、かえってないつもりの借金がだいぶあったに驚かされた。おじの佐伯に相談すると、仕方がないから屋敷を売るがよかろうという話であった。めかけは相当の金をやってすぐ暇を出すことに決めた。小六は当分おじの家に引き取って世話をしてもらうことにした。しかし肝心の家屋敷はすぐ右から左へと売れるわけにはいかなかった。仕方がないからおじに一時の工面を頼んで当座の型をつけてもらった。おじは事業家でいろいろなことに手を出しては失敗する、いわば山木の多い男であった。宗助が東京にいる自分もよく宗助の父を説きつけてはうまいことを言って金を引き出したものである。宗助の父にも欲があったかもしれないが、この伝でおじの事業につぎ込んだ金高は決して少ないものではなかった。父の亡くなったこの際にもおじの都合は元とあまり変わっていない様子であったが、生前の義理もあるし、またこういう男の常としていざという場合には比較的融通のつくものと見えて、おじは快く整理を引き受けてくれた。その代わり宗助は自分の家屋敷の売却方について一切のことをおじに一任してしまった。早く言うと急場の金策に対する報酬として土地家屋を提供したようなものである。おじは、何しろこういうものは買い手を見て売らないと損だからね、と言った。道具類も席ばかり取って金目にならないものはことごとく売り払ったが、五六服の掛物と12-3点の骨董品だけはやはり気長に欲しがる人を探さないと損だというおじの意見に同意して、おじに保管を頼むことにした。
すべてを差し引いて手元に残った有金は約2000円ほどのものであったが、宗助はそのうちの幾分を小六の学資として使わなければならないと気がついた。しかし月々自分の方から送るとすると、今日の位置が堅固でない当時、甚だ実行しにくい結果に陥りそうなので、苦しくはあったが、思い切って半分だけを叔父に渡して、何分よろしくと頼んだ。自分が中途でしくじったから、せめて弟だけはものにしてやりたい気もあるので、この千円が尽きた後はまたどうにか心配もできようし、またしてくれるだろうくらいの不確かな希望を残して、また広島へ帰っていった。